はいどうも、ピラチュンと申します。初代ファイアーエンブレム続きやっていきます。次は16章ですね。いや、まだ10章ぐらいあるってことか。大したボリュームやなーって、このマップも。あー、だいぶ見覚えあるな。もうこのマップ来ちゃう。はー、あ、てかこの村あれですよね。どっちかしか仲間にならんってやつ。誰だっけ？サムソン。勇者のサムソンとあのパラディンのアランでしたっけ？どっちも使う予定ないな。一応あれか、スーファミ版の2部の方で、ジェイガンのポジションについてるやつがアランでしたよね。なんか病気持ちの設定とかってやつ。そっち仲間にしようかな、一応、ストーリーに沿って。で、まぁ、この村あたりでどっちで仲間になるとか、わかるでしょう。これまで覚えとるな。にしても、ああ、盗賊いんのか。なるほどね。これめんどくさいな。敵ももうごつくなってきたね。とりあえずドラゴンナイトから相手にする感じかな。ああ、で、そうそう、チェイニー。これチェイニーだ。うん。あ、結構イケメンですね。チェイニーかなんか変身したところで、まあ結局なんかネタ枠みたいな感じだった記憶しかないですけど、変身するのはいいけど、なんか結局純正に対してなんか結構ステータスが目減りしてるというか、マルスあたりで仲間になるのかな。よし、そしたらとりあえずスタメンぶち込んでって、マリック。もうこんな少ない。海マップ多いし、カチャとか、飛行を連れてった方がいい気もするけど。あ、ジュリアンいるのか。そっか。扉ありましたもんね。あるわ。ゴードも使いたいし、もう枠がね。いやー、いよいよ首にするか。ちょっと。クラッシュエンジできないロジャーはもうあれかな。あ、バヌトゥとかも使いたいのにな。まあ、いったな。そっか、盗賊うざいな。もうワープで倒しに行くかこれ。あ、てか闘技場に行こうあるんだ。ああ、そしたらもう、ヒーラー二人体制の方が安定しそうですね。あ、リフ、こんなとこに。リフ使うか。いや、もう枠がね。ああ、じゃあクラッシュエンジできないカシムも外そうかな。価値はあの盗賊倒せんかな。どうだろう。結構弱いですしね、まだ。もたもたしてたらあの騎馬隊に追いつかれるしな。ちょっとここはカインさん、一肌脱いでもらおうかな。ちょっと飛行は、遠慮しとこうか。じゃあこんな感じで、お願いします。16章、アリティアの戦い。あ、ニーナ姫来てたんだ。てか、こんな最前線に来てて大丈夫だろ。マルス、ここがあなたの国、アリティアなのですね。ええ、ドルアによって占領されてからもう2年になります。あのグラの裏切りによってあの父ちゃんが背後からやられたってやつから2年か。あの日、僕だけが姉エリスの助けでタリスへ逃れることができました。姉ちゃんか。仲間になったっけ？なんかあの2部の最後の方ではメディウスの生贄になってた記憶だけありますけど。でも姉は身代わりとなってドルーアに囚われて、今は一体どこにいられるのか。でも僕は必ず姉を奴らの手から取り戻してみせます。よし、みんな行こう。我が祖国アリティアの自由と平和のために。やる気満々ですな。そしたら、もうカインさっさと送って、盗賊倒して帰ってきてもらおうか。
ここも絶対増援来るやつだよね。何気にこっちのルートって危なくない？こうやって行くのいいけど、あの騎馬隊に阻まれて、で、もたついてたら後ろからさらに増援も湧くんでしょ？え、むずくね？普通に。砦ルートの方が安全なような気がするんだけど、どうなんだろう。どんぐらい強いかな？槍で、様子見ようか。ほい。ごーつい。命中8割ぐらいか。お、盗賊に最攻撃。いや、安定感あるわ。レベルも上がる。2、力、素早さ、運、守備力、1ポイント。とんでもねえ上がり幅しとるな。素早さ乾燥した。いや、全部いけるぞ、これ。やば。アベルも続いてほしいもんですね。で、ドラゴンナイトは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、結構来るね。森に入られるのか。森で構えるか。うん、オグマなら、キルソード持って、よし。この村には流れていこうか。ああ、一歩届かんか。さっさとドラゴンナイトを殲滅して、うん。リンダもまだ8か。長いね。ジュリアンも開けに行く準備しようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここ。ここね。2歩下。ほい。で、リフ裸か。それ、杖上げないといけないのか。いつもなら、預かりと近くにあるのにな、スタート地点に。なかなか意地悪。手上げる。いや、ゴードン頑張ってよ、カシム。首にしたんだから。ここだね。届かんね。よし。こんなもんかな。さあ、ドラゴンナイト。こっちに来い。あの馬の数も厄介やな。うわぁ、結構な。移動力もあるしね。理想としては左側ぐるっと回ってきてる間に、砦を開けて、たらまた U ターンして、帰ってきてもらうのが、理想だけど、うまくいくかな。お前何？ついていかんの？来た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 。攻撃範囲に入らなくても、飛んでくるパターンか。さあ、ナバール。命中 50% ぐらい。これをかわすでしょ。ナイス。からのキルソードよ。4!4! どんだけ硬いんけ。マジか。いや、これ考えるともう、ほんとアーマーナイトの存在意義とか。お、ナイスナイス。完璧。飛べるし、硬いし、もう、おぉ、いいね。アーマーの、あ、槍持てる。あ、でも一緒か。ドラゴンナイトも持てるし。鈍速だし、クラッシュエンジンもできないし。アーマーナイトって何のために存在してんの？よし、いい感じで、釣れたけど、どういこうかな。端っこ、ジェイクで。いや、もうクイーンクレインマジでもうない。よ。あんだけ守備力高いってさっき言ってたのに。ワンパン。
12か。これゴードンでいけるかな。ボーガンで大丈夫かな。まあ、特攻あるし、倒せんことはないっしょ。はい。9。それでも9か。ジークどんだけ強いんけ。12、いいね。力、微妙だな。20か。リンダでいけんかい？エルファイあたりいいんじゃない？ゴードンも早くクラジンさせたいな。9か。え、追撃出せない。エルファイア結構重たいのか、そしたら。あ、ドラゴンキラーある。ドラゴンキラーで。結構回数少ねえな、ドラゴンキラー。あー、10か、1残す。便利なんだけど。くっそ。つえ。あー、出てよ。1残し。どうすかな。ダロスの手斧でいっちゃう。当たるかな。当てろ。あー、ダメか。マリック奥まで行く。キルソードかな。いや、武器強くなったらいいけど、やっぱ回数が心配っすね。いや、オグマで4ってかなり硬いぞ、ほんと。レベル上がる。17、武器レベル、まあ、感想近いしな。ちょっと勇者になってから期待しようかな。そしたら、さっき言った通り、攻撃されると怖いので、馬とこの増援か。なので、砦から攻めます。でも昔こっち側から純粋に行った気するんだけどな。よう戦ったね。多分、スーファミバージョンですけど、僕小学生ですよ。ちょっと大人になるといらん考えが、いっぱい出てしまって。あー、リフ、そしたら、リブロあたり、持っといてもらおうかな。緊急用に。ちょっと町までが遠いね。よし、こんなもんかな。よっしゃ。このターン誰も襲ってこんかな。馬がガンガン寄せたいか。うわ、ついてくるね。盗賊とか下手だと送られて送ってたら普通に追いつかれてたかもしれないな。ホースメン、あ、で、リザーブあんの。誰も入ってなくね。あれ、ホースメンどうしたの。急にやる気なくす。あー、そしたらカインを戻して、パラディンすげえわ。めちゃめちゃ移動できる。これにブーツとか使えるんかな。移動力14とかだったら相当ですけど。そしたらどうしようかな。アベル届く。9、1、2、3、4、5、6、7、8。どうだ、そうだ、届く。まあ、とりあえず、ジュリアン殴られても死ぬことないし、とりあえず、開けとこうか。い。届いたらでかいけど、あ、いける。どうだろう。やっぱ勇者だしね。サンダーソード？とりあえず殴ってみようか。素早さとかは大丈夫か。12。いや、12じゃちょっと無理か。15ある。
3打ソード固定ダメージだし。かといって命中。銀の剣かな。命中 100%。勇者に対して 100% って、おつえできるな。あー、痛えな。7の2回。ちょっとリブロ入れとこうかな。あ、おい、使えん。おい、GG、マジか。マジか。おい、頼むぞ。そんな武器レベル低かったっけ ?3。レナさん11も。マジか。まあ、でもここは使うときでしょう。リブロももう、偽売りしてたんだっけ?どうやったっけ?まあ、ちょっと、まあ、温存しててもあれなんで、ガンガン使っていこう。ジェイク急いでくれ。いや、アーチャーほんと使いづらいよな。移動も遅いし。オグマ。別にこの傭兵軍団も早いことクラシエンサしたいな。あ、てかあれか、ダロス海渡れんの。こんなもんかな。で、サンダーソードで会心、どうだろう、あれ出たら終わるけど。どうかな、すっ飛ばしてくるからね、会心なんて。ほんと運ゲー。うわ、来るね、マジで。しかも、結構隊列守ってきてんな。パラディンの方が一歩早いはずなのに。早いというか、一歩多いか。そうっすね。ついてこくなったし、だいぶ、ラップやけど。よし、耐えてくれよ。ポッピーよ、でかい。これでかい。あー、一発もらうか、しゃあないね。そしたら、どうすかな。あと一発殴れば倒せるけど。こっちはこっちで結構強いよね。何歩 ?7、1、2、3、4、5、6、7 個か。倒しても、射程内なのか。ジュリアン出しとく。素早さ買っとるし、やっぱ追撃受けんってのはでかいよね。ジュリアンでいこう。キルソード。倒せるかな?命中 100%。36ってことは12か。レベルも上がる。あ、勇者のお菓子。ナイス。素早さ1ポイント。預けとくか。素早さか。いや、もう乾燥する。一旦どうすかな。じゃあ、ジュリアン殴りに来るから、一旦回復に戻るか。いや、ジジイよ、マジで。じゃ、逆に、リライブなら、使える？うん。あ、使えるわ。頼むって、もう。次のターン。倒せればでかいけど。あ、話すある。次のターンかな、そしたら。早いこと攻略戦と、あの、馬隊がね、めんどくさい。馬隊来た時の壁はさすがに、ジェイクかな。よしよしよし、いい感じ。あ、てかさっきのリザーブのやつうざかったな。
あいつダロスで取りに行こうか。大丈夫かな。でもそこまで強くないしね。隣の馬が気になるけど。カインもだいぶ、なんか追いつかれそうで怖いな、本当に。よし。で、勇者さえ倒してしまえば、平和が訪れますね。勇者から馬か。うん。いや、増援もいつ出てくるかわからんしな。結構むずいと思うんだけど、このマップ。考えすぎかな。あれ？パラディは？構成も手でこんくなったし、こっちやから。めちゃくちゃ。シューすげえ。2回連続。いや、鍛えといてよかったわ、これ。コースの動き出す。はい。パラディは？あれ？パラディ向かんかったよね。なんだ？あなた全然、慕われてないのかな？誰もついてこんけど。よし、じゃあ仲間にしようかな。話す。いや、アリティアの王子、おかげで助かったよ。俺はチェイニーと言って、遠い国からやってきた。あ、もともと、アリティアの人間じゃないんだ。俺たちは誰にでも変身できるという力があってね、そうそうそう。それを知ったドルアの奴らは、俺に仲間になれと脅かしやがった。だけど、悪党どもに手を貸すのは真っ平だからね。奴らに協力するぐらいなら、あんたに力を貸してやるよ。まあ、よろしく頼むぜ。変身ね。てか、ジュリアンとか、盗賊に変身したら、もしかして、鍵とか扉開けれんのかな？可能性あるね。とりあえず回復して、ほい。じゃ、変身しようか。変身。あ、クラッシュエンジと同じエフェクトというか、アクション。うん。え、何強くどういうこと？レベル10。あ、レベル、え、てか、ヒットポイントも。13、13、7、19、28、7。13、うん、コピーしてやがる、まったく。え、こんな強かったっけ変身って。え、壊れてねえか？ちょっと鍵渡して、実験してみようか。早いとこ開けたいんですけどね。え、ちょっと待って。これ使い方によったら最強キャラは育てなくても、一体増やせるってことですよね。へえ。おい、また、またスタメン候補でできたんやけど。あ、ラディ一目で減っとった。使いてえな。ちょっと今やってて、やってる感じで妄想してて、もう、司祭軍団作ってやろうかなとか考えてるんですよ。レナ、マリア、リフ、あとボア、ウェンデルか。あの辺、あ、マリク、リンダ。あの辺全部司祭に刺して、結局魔法一番強いですしね、近距離も遠距離も同時、どっちもいけるし。槍の手槍とか手物でもいいんですけど、やっぱり命中とか武器性能も限られるし、グラディウスもあるけど、結局魔法ならどれでも遠距離近距離もいけますしね。司祭軍団作ったろうかなとか今やりながら考えてたんですけど、チェイに寄ったらもう隅から隅までいけるんじゃない？いやー、囲まれたよ。アラン・サムソンち。あ、てか、村行くの忘れとった。
あ、しまった。1ターン目動かしたはいいけど、しまったな。どっちがどっちかまだ分かってないな。とりあえず片付いてからかな。闘技場もあるしな。よし、いや普通に合流したな、カイン。大した移動力だわ。届くか。ん？こっちジュリアンか。お、届いた。鍵持っとるね。いける？いけたわ。え、ちょっと万能すぎんか、こいつ。だって、その都度いろんなやつに変われるってことですよね。え、マルスに変身したら、制圧もいけちゃう、もしかして。ワンチャンあるね。あー、すげえな。ステータスそのまま、そのままってやばいよ。いやー、ちょっとまた楽しくなってきたな、こりゃ。そっか。あー、チェイニーこんな使えたっけ？そうなんだ。武器レベルもだってコピーするから。強い武器とかも普通に持てるってことですよね。強ない。強ない。敵さん戻ってきてくれるかな。うん。だいぶいったね。よし。帰ってこい。さすがに。あ、戻ってくるんだ隊長あれ、お前らは上からか。結構この辺が境目。お前は何ね、タッションでもしに行った。そろそろ増援出てくる合図かな。後ろからも来るのか。まあ、ソシアルぐらいならなんてことないでしょう。ホースメンも戻ってくる。ジェイクで帰り討ちにしたろうかな。うん。よし。もう届くか。さすがに行き過ぎかな。てか攻撃してくんのかな。それやよね。森に置いといてみる、とりあえず。ダメなら帰ってこよう。サンダーボルトで。そうだな。あのホースメン早く片付けれれば。ラディ。一応この中で控えとくべきか。守るならこのチェイニーの位置かな。ちょっと進軍が遅れるけど。あのリザーブ野郎倒してーなー。かといってダロスじゃな。敵の攻撃というか、武器の回数が無限ってのがちょっとな。リザーブ無限にされるってことでしょ。やっぱペガサス連れてくるべきだったのかな。あ、ダロス、ダロスちゃんも。次のターンで、ジェイクにどんだけ群があるかだな。
よし、いくよね。攻撃しに来てほしいな。ああ、結構戻ってくるな。さすが隊長。マンラバ後ろから。あの一体気になるな。休憩？一も食らってないやろ、お前。すげえな。ちゃんとサボるやつが出てくるんだ。ほんで？ホースデンか？届いてるね。攻撃しない！詰めるのみ。じゃあここで安全に戦いますか。うん。で、ここに来たところを遠距離軍団でボコる。ちょっとパンパンなってきた。ゴード前にあげたいな。どうしよう。一旦チェイに後ろかな。あ、てか、後ろも気にしないといけないのか。そろそろ来るね。アベルあたり。アベルで行こうか。よし、じゃあ来い。完璧な籠城。さっきまでチェイニーが、囚われてた。臭い牢屋に。ぎゅうぎゅう詰め。寿司詰め状態。あと2ターン後ぐらいかな。うん。攻撃はしない。そんな詰めて大丈夫？鋼持ち。一旦マリクで様子見る？サンダーで。よし、ナイス。これでかいね。そっか。アベルは下げて。あ、砦に置いとくか。ここ一番籠城しやすいですよね、やっぱり。届かんかったか、普通に。そしたら、一旦ゴードンで。ホースベならダメージ入るでしょ。おー、強い。え、どうした？いいよ。うん。こいつボウガンか。ボウガン怖えからな。そうしたら、詰めとこうか。ラディ回復しとく。ホースメンをやり過ごせれば。いや、リフも残り10あげたいけど、誰であげるっていう話。敵ももう強えしな。このままクラッシュチェンジさせる形になるのかな。よし、こんなもんかな。あ、一歩前出しとくか。てか、ここにしよう。殴っとこうも。どうせ攻撃して今度なら。はい。くわ、強えわ。強え。さすがジェイク。銀のやりか。こいつさえ倒せばもう、いい感じですね。よし。倒せるというか、どんだけ
ピンクのパラディンいいね。ねえ、ジェイクに、え、追撃もか。避けたのでかいけど、7も当たるか。ついに来たな。すげえな。世界一周してきやがった。とりでに、アベル置いてなんとかしてもらおう。アベルさん。11減ってんのか。まあ、なんとかなるでしょう。きっと、手やりとか。ちょっと待って、ナイトキラー、これはまずいぞ。いや、ちょっと武器見とかんとダメか。うわ、手やり。ナイトキラー。カインも危ねってことか。どっちかなら、カインで受けた方がいいのかな。マジか、もう。貴重な経験値が。さすがに手やりでアベル狙ってくるか。ちょっとナイトキラーの被害さえ。36あればどうだろう、耐えれんかな。やらかしたね。ワンチャンワープ。もう遅いか。あー、やってしまった。やってしまったわ。とりあえず、こいつを倒さないといけない。はい。半分かな？半分じゃねえ。一残し。ジェイクに7入れてくるか。やるね。いやー、ここ、ホースメンおるし。ちょっとリブローしとこうか。もったいなかったかな。なかなか、やらしいことしてくるな。うん。こんなもんかな。いや、ナイトキラーはないっすよ。誰から？あ、とうとう増援来たか。あんな端っこから。パラディンが追ってくる。7の2回でお願いします。マジか、ジェイクに7入れるって。いでーよー。ナイトキラーから。あれ？強すぎた？あー、手やりは来るか。お前も手やり？ナイトキラー持ちが攻撃してこない。え、そんだけ強いってことか。え、どうなの？よくわからんね。じゃあ、投資に行くか。ほい。15。ナイトキラー。そうなんだ。こんなに強いんだ、カイン。でもな。6しか変わらんのにどうなんだ、特攻。ようわからんな。特攻効果ないとか、もしかして。え、パラディン、じゃあ壊れてない？そしたら。おぉ、絶好調。レベルも上がる。
16、技武器ヒットポイント。さっさとこいつも倒したいね。マリックで小突いて、サンダーじゃ、頼りないか。ブリザーの2回なら。てか、追撃取れる？命中低いね。お、いった。よし。レベルも上がる。マリック17、武器レベル素晴らしいヒットポイント。まあ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 。接近してリンダで。ブリザーかな。いけるでしょう。左下のホースメンってあれ新品？行っちゃうか。ここならリンダ狙われんかな？どうだろう。あ、この下はないんだ。森3つくぐったらさすがに届かんでしょ。よし、やっと臭い牢屋から脱出。造園もちょうど湧いてきたな。いや、本当に、うまいことやらんかったら挟まれてますしね。結構このルート、この戦い方が正解な気がするんだけど。チェイニーどうしようかな。どう運用していこう。よし、こんなのかな。どんだけ湧いてくるんだろう。こいつら次第だな、ほんと。てか、あの、サボりナイトはいつまでサボってんの？下から来る方が近いのか。当たるね。またホースメンか。こいつは右ルート？アーマーとか相当時間かかるんじゃない？たどり着くには。あ、リザーブね。あ、届かんだ。え？攻撃してくる。なんで？今まで、あの、なんか目の前に来たりとか、そんなんだったのに。森と森の、関係ねえか。下から殴るか。キルソード。会心出しちゃってもいいよ。えい。もう一個。よし。ダメか。ゴードンいけるんじゃないですか。下から行こうか。今から来るやつどう受けようかな。はい。命中8割。おーい。おーい。おーい。肝心な時に。ブリザーかな。これで倒せんかったら、よし。レベルも上がる。9か。技武器レベル、ヒットポイント。まあまあ。どこで、この橋いいね。村まではさすがに行けんかな。チェイニー誰かに変身させときたいね。
や、案外ジュリアに変身させとくのは無難な気がしてきたな。その辺の傭兵より強いしね。マルスも当然変身できるよね。やっぱり制圧できるかどうかも気になるな。そのまま制圧できたらそのストーリー進んでしまうし。結構減らされたね。追撃取れるか。いや強えわ。でも普通にうぜえ。ナイス。これで綺麗になったね。あと、サムソンと、アランか。うん、結構遠いなぁ。あ、そこで実験してみようか。チェイニーマルス。アーマーが来る。てか、増援、もうやんなんかな？増えてないっすよね。これだけか。こいつだけしのげば、ほぼマップクリアに近いかな。てか、闘技場あるせいでな、余計な収録時間が、まあ、録画はしないですけど、結構時間かかりそうだな。お前マジなんなんけ？すげえな、盛大にサボっとる。アベルで回復させたら、ああ、でも、アベルも闘技場組か。結構来てるね。橋で守るのが一番いいかな。ちょっと、ジェイク。こいつ、つっとくか。ナイトキラー結構持ってたんだ。1、2、3、4、5、6、7。届かん。結構武器見とかんとまずいね。さっきの瞬間もマジでアベルしんどった。お、あ、鳥で入れんか。いい感じ。マリックもさっさと乾燥させたいな。言うてカインも乾燥させたら、えらいことになるな。リフはもう銃で打ち止めかな、さすがに。変身だけさしてみようか。変身。お、できる。おお。主人公が二人に。いや、使えるかもね。だって特殊機能まで全部コピーできるんなら、時にジェイクになってもいいですしね。あ、でも武器が特殊か。村まで回れたら革命なんですけど。チェイニーすげえぞ。あ、また出てきてんの。みんな優しい。到着するね。次のターン。ホースメンは2体。あれ届けた。トイレって2歩使うじゃなかったっけ。3、あ、じゃないね。あ、じゃない。余裕でしたわ。あ、なになになに、今度なに、なに、忘れ物。変な動きするやつが多くて。あ、リザーブ。なに、その忘れた頃に。てか別に誰も減ってないよね。戦闘が始まる。婦人だけしとくか。暇やし、オグマ。上のナイト倒しに行こうか。
銀、銀、手槍、銀、槍、鋼、槍、銀、銀が二人か。ジェイクね。銀って、極端やな。レベル合わせてこいよ。マルスのレイピアで受けてもね、どっちがどっち。ソシャルは9か。1、2、3、4、5、6、7、8、9。結構来るね。銀ごときで死なんでしょう。レイピア。で、ジェイク一旦回復しとこうか。めちゃめちゃ違和感ある。マルスが2体。ヒーラー部隊もちょっと急いで。あの森に入れんかな。あ、いいね。よし。ハベル。どうすかな。動力あるし、もうこの馬2体アベルでなんとかしようか。よし、こんなもんで。死ぬことはないでしょ、理不尽な関心さえでなければ。ジーニアスの位置を命中ラー6割ぐらい。ナイス、倒してもいいよ。強いね。でもヒットポイントがある。特攻あってもこんなもんか。14ギリギリ素晴らしいポイント。やっぱマルスにも同点。手やりか、手やり渡るか。石膏の二人を倒して、さっさと橋を塞ぎたいね。アベルと一騎打ちするやつ。どっちか銀の意味だったな。よし。奥間はこいつ。なんならシスターまで倒しちゃうか。ピッ。で、持って、瀕死やしね。ダロスさん暇やし行っちゃう。結構ここ倒してくれんならきついんやけど。でもあ当たる、頼むぞ。6割ぐらい。バカたれお前。おーい、まさか。最悪。何しに来たお前、マジで。えらいことになった。キルソードで倒して。マルスで殴りに行くか？よしよし。レベルも上がる。13。力、技、武器、レベル1ともいいね。ナバール、後半。すごい伸びてきた気がする。レイピアで殴って、はい。倒せるんじゃない？どうだ？ほい。あ、1残しか。リンダあたりかな。リンダで。ブリザー。あ、じゃじゃ届かんかった。余裕で。ここ。はい。よし。で、ジェイク、ちょっとヒットポイント減っとるか。どうしようかな。一旦待機にしようか。ゴーゴン回復させとこうか。ここが、ここさえ倒せば。ヒーラーも待機させとこう。オッケー。
イン本当エースになったな。つい。よし、頼むぞ。ジェイクさん、お願いします。いや、ジェイクも早速ドーピング決めてよかったの。銀の意味。ゴー！はぁ、最高評価。ジェイクにこんな勝てるって。普通のやつだったら相当食らってますよ。オッケー。関心出してみよう。ちょっと覚醒してきたんじゃない？みんなの天然に。お、槍ごときで？ダメじゃないの？ 1！やるね。君は殴ってこないか。あれ。やってくれたね、とうとう。あー、この銀のやつさっそく通してえな。そうだな。難しいな。どうしよう。最悪カイン使わなくちゃいけないかな。ここからボルガノンで2カー出てくれんかな。エルファイアもきついか。9。あーてかあーちょ追撃は出たけど、一旦ジークは引いてもらって。あー、ゴードン不安やしな。難しい。ゴードンちょっと、今回はきついな。こうして、あいつ絶対倒さないといけない。マルスで、行っちゃうか。しゃあねえ。はい。次が大事やぞ。ナバさん、いいね。ここで、打ち漏らしても、ラディで。倒せんか、さすがに。会心出せ！くぅ、きついか。下からリンダ。サンダーで行こうか。結構減らしたし。これマルスか？マルスじゃない。マリックか。バカ。やっぱり痛かった。で、最悪か、あーでもマルスが。よ。会心出してほしいね。ああ、ダメか。あと2当てれる人、募集。タロス。ここならいいか？あと2やよ。6割。でかした！今日一の仕事。よし、あとあのアマだけだな。あー、なかなかやらしいポジション取りやがって。で、ここの戦いもあるのか。ナイトキラーじゃないよね。鋼。余裕だ。よし。こんなもんかな。あいつマジで。なんであんな盛大にサボってんのマジで。よし。てか、槍か。リフ耐えてくれんかな。きついかな。きついかな。死ぬかな。18ワンパン。ちょっとあの、
またどこでもセーブで、一旦チェックしてみようかな。あれ、受けれたらかなり、でかいけど。よし。あ、結構来るね。リフ前に出したら殴ってくれるかな。あ、じゃあ、ここに来てレンちゃん。したら、ラディで後ろ行こうか。東の牢屋にチェーニーとかいうよその国の若者が捕まってらしいよ。噂では何かすごい力を持ってるんだって。特権仲間しました。やっぱりこの左側から来るルートが正解な感じがしますね。いや、ダルスお疲れ。ジェイクも休憩かな。よし。で、奥間さんで倒してもらって、キルゾード結構減ったな。追撃もあるでしょ、OK。よし、レベルも上がる。18か、これで。もうすぐや。カーストする。で、ここはあっさり倒していただいて。へい。圧倒的やな。え、ちょっと待って。怖え。いらんことせんでいいから。焦る。いや、あのドラクエの冒険の書消えた音並みに嫌な音ですね。あのドンドコドンドコっていう、あの会心の音。そしたら、ちょっと申し訳ないですけど、一旦チェックさせてもらおうかな。リフ、前出してみます。よし、来た。生きるでしょう。死ぬで、死なん。あ、いい。これでいい。リフ、カンストさせれる、これで。あれ？君動かない約束じゃなかったっけ？ちょっと待ってくれ。いけるか？いやー、きっちいな。ちょっと待って、動かない約束やったでしょ？お前も動くんかい？あー、マキラーないしな。ここに隣に座ってやろうか。助けてー。追っかけてくるかな。いや、これでかいぞ。ちょっとリフから先にカンストさせてやろうか。はい。会心殿限り死なんし。うん。こっから一気にレベル上げタイムでもいいかな。結構食らったな。会心のせいで。一騎打ちいけるか？まあまあ強いぞ。一回リブを入れたいな。入れたいけど。入れたいけどちょっときついか。この村訪問したらじゃあ、ちょっとレベル上げタイムにさせてもらおうかな。で、終わりましたら村をアラン・サムソンの村行ってボス倒してってかな感じで、多分このままリフ狙い続けてくれるでしょう。あ、チェイニーで入ってみたいな。そういうか。うん。で、さっそと村入ってしまおう。ちょっとマルスも引っ込めとこうか。
よし。リフ狙うでしょう。うん。会心出すなよ。会心は出すなよ。マジで。会心は出すなよ。でかい。これでかい。これでリブロ入れれるぞ。なんか上がって。あ、やべ、追っかけてくるわ、この人。あの馬動いたか。どうしたお前、マジで。またやる気なくなった。あ、ここ入れる。大事な話だからよく聞きなされ。この国の北西に二つの村がある。西の村にはアランというパラディンがいる。左側ね。なるほど。東の村にはサムソンという勇者がいる。二人とも良い男じゃが、残念なことに村同士が仲が悪いのじゃ。だから、どちらか一人しか仲間には加わらぬ。よく考えてから尋ねるようにしなされよと。てかさ、アリティアの王子帰ってきてんだからさ、そんな仲悪いとか言っとる場合じゃないやろ。二人とも仲間になれよ、国民なら。よし、じゃこっちも入れるか。よし、届く。まあ、アリティアの騎士だね。嬉しいよ、よく帰ってきてくれたね。これでこの国も昔のように平和になるんだね。終わり？おばちゃん帰ってきました。エリス王女様はガーネフとかヨシサイにどこかへ連れて行かれてしまったんだよ。ああ、王女様、かわいそうに。無事だといいんだがね。あ、これだけ？ほんと日常会話というか。デビルソードには気をつけな。威力はすげえが、下手すると自分の首が飛ぶことになるぜ。デビルソードなんて今回、なんで？出てきてないのに。よくわからん。このまま右側の砦に連れてきたいけど。まあ、がっつり。レベル上げ、あ、ここ行ったか。がっつりレベル上げタイムに入りますかね。したらちょっと、行ってきます。よし、カンストした、素早さ。いや、素早さかなり上がってくれたな。力もちょっと上がったかな。素早さなんか毎回上がってた感じしますね。いや、だいぶ強くなった。技全然上がってねえな。武器レベルもやたら上がりましたね。もうパルティア使いたくてしょうがないのかな。で、残りの奴らは傭兵。もう全員行っちゃいましたね。ラディもカンスト。まあ、素早さは置いて。といって力がちょっと低いのかな。技も結構上がったね。いや、オグマだいぶ弱いな。ラディに比べたら力も技も素早さも負けてますしね。守備力だけ勝ってんのかな。ヒットポイント 35？ あ、ヒットポイントも勝ってんだ。一応ちゃんと墨分けできてるんだね。いや、ナバール、でもナバール、技がちょっと低いか。なんかうまいこと、なんか、特色がありますね、この3人。で、あと誰だ？マリックもカンストした。素早さがやっぱり上がってくれたな。力が上がらないのかな？技もぼちぼちか。で、アベルもカンスト。いやー、なかなか、カインほどではないけども、だいぶ強くなりましたね。力がちょっと上がってないのか、守備力もか。カインだいぶ壊れてますしね。圧倒的。守備力がめちゃめちゃ高いもんな。で、あと誰だ？リフか。リフも、まあ、ステータスだいぶしょぼいですけど、武器レベルが2ほど上がってくれたので、リカバーとか、使えますね。リライブはもっとか。リカバー使えるってことはリライブじゃなくて、リブローも使えますよね、きっと。
こんなもんかな。右側の奴らは何も触ってないです。とりあえず暮らしにしようか。オグナバからでしょう。勇者の証。ステータスかあるのかな。ちょっと見ておくか。12、15、16、16、8、8、7。うん。さあ。いやー、お待たせしました、オグマさん。これでやっと勇者。なんかステータスアップないのかな。このクラッシェンジしたのはいいけど。12、15、10。変わってないね。単に見た目と、あとレベル20上げれますよってだけ？ナバールもそうなんかな？ 14、16、15、20、9、7、7。いやー、これでだいぶ頼もしくなるぞ。はい。14、10、うん。あ、運の良さ上がった？どうだ？ちょっとよく見てなかったな。ちょっと編集の時にチェックしようかな。でもあんまり変わってない気がするな。ラディはちょっと待っとってね。ほんで、どっからやろうかな。とりあえず将軍倒すか。リンダ。どうせあの魔導士系のクラッシェンジアイテム、しばらくなんかもらえないってことを書いてあったので、リンダはまったりあげますかね。エルファイあたり行こうか。倒せんかな。9、あー、2ぐらい足りんかな。よし。あべ、ダロス使えばよかったな。あ、届かねえ。ジェイクしかないね。サンダーボルト。いや、早くジェイクの武器売ってくれんかな。 6？ 硬いね、将軍。レベルも上がる。お、いいね。力、技、運。オッケーオッケー。結構技上がってくれるね。めちゃめちゃ低かったけど、最初。でもって、あ、村の実験だ。ターンは変身で使うことになるかな。いや、チェーニーで制圧できたらだいぶいろんなことできますよ。よし、ちょっとマルス念のために置いとくか。届くで。ちょっと武器整える。あ、そういえばジュリアのアーマーキラーとかも装備できるようになってましたね。いや、マニュアル使ってよかった。アベル、カンストしてる、してるってのが悲しいな。次の、ショーぐらいでまたクラッシェンジアイテムもらえれば助かるんですけど。一応武器補充しとこうか。銀の剣にしようかな。はい。リーフどうしようかな。てかもうこの面でしか補充できんし、せっかくだし。多分次のショーってあれですよね。場内戦だから、アリティアの。あとワープとか使うことになると思うんですよ。ワープ余ってるはず。うん。ワープ2本あれば、相当面白い動きできるでしょう。で、どうすかな。ダロスで届けさせるかな。はい。てか、今回物を売ってなかったんですよね。もう、物相当嫌われてますね。もう、使うこと推奨されてないのかな。言うてあの、さじまちバーツ、もし使ってたらだいぶ苦しいことになってますよ。前半に意識して、預かり所に相当ストックしないともう。さあ、どうだ？
ああ、ダメか。ちゃんとあるんだ。そりゃそうやわな。ただ盗賊とかの動きできるのはでかいかな。したら左側、こっちですね、アラン。ああ、まんまや。だいぶまんま。スーファミのまんまですよね、これ。こっちがま、ちょっとこっちになるな。スーファミがまんまってこと。私はアラン。かつては、騎士団の隊長を務めたこともあります。アリティアの騎士団の隊長って、相当じゃないですか。わけあって、今はこんなところで暮らしておりますが、私でよければお力になりましょう。ただ、この村と隣の村とは昔から仲が悪く、王子がここを訪れたことを知って、彼らは門を閉ざしてしまったでしょう。勇者サムソンを仲間に加えることは諦めてください。王子様の、え?開いとるけど。もう、向こうってことなの。あらん。なるほどね。いや、チェーにどう運用していこうかな。あ、そうだ。ゴードンもなれる。オリオン。いや、ゴードンだいぶ成長したわ。最初から真面目に育てとけばよかったかな。おー、かっこよくなった。あ、技めっちゃ上がったけど。最低ラインの補正みたいなのあるってことかな。それ以上上がりすぎてるステータスは、そのまんま。いや、移動力も上がったし、これでだいぶ使いやすくなったね。力ちょっと低いか?よし、あとはマルスを急がせるだけやけど。さっさと倒しとくか。よし、到着です。そしたら、このショーも終わりですね。結構かかったなぁ。アリティアの兵士たち、そして共に戦ってきた勇敢な仲間たちを、本当にありがとう。君たちの協力で、ようやくドルーアの手から我が祖国、アリテイア アリティアじゃなくて、取り戻すことができた。でも、城の中にはまだ大勢の敵が待ち構えているだろう。みんな、油断するな。城取ってないのに取り戻すことができたって、ちょっとまだ、早い気もしますけど。中の戦いか。結構しんどかった記憶があるけど。なかなか難しくなってきましたね、ほんと。よし、セーブしてと。はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。